やろ y o u t u b e エース不動産の飲み物こと沢しげみです。今日はユダヤの教え、権利収入と労働収入ってことについてシェアしていきたいと思います。あのお金持ちの定義のところでね、固定収入より権利収入が上回った人があのお金持ちのお金が増えていくスパイラルの中で生きていますので、えー、いいですよってお金持ちなんですよっていう話をしましたけれども、じゃこの権利収入って一体何なんですかねでこの権利収入が固定費を上回ることが 経済的自由、つまりファイナルシャルフリー、人によって FF なんて呼んだりね、えー、ファイナルファンタジーかってね、FF、ね、なんて呼んだりしてる人もいますけれども、じゃあ、この労働収入と権利収入の違い、ここを改めてもう一度見ていきましょう。定義は簡単です。いきなりもうここから入ります。労働収入は、一回何か入れたら、一回帰ってくるものです。わかりますかね。一回入れたら、一回帰ってくる。つまり入れなかったら何も帰ってこないっていうことなんですね。じゃあ、権利収入は、 この定義です。1回何か入れたら複数回返ってくる。何回でもいいんです。1回入れたら2回返ってくるものも権利収入です。1回入れたら100回でも200回でも何万回でも返ってくるようなものがいいですよね。だから複数回なんです。そうすると何が起こるかっていうと、こう1回入れたら、自分が1回入れるのに何かしますよね。こう例えばお金とか時間とか、ね、そういうものを入れるわけです。そしたらこう返ってくる。これが何回でも返ってくる。 例えば家賃とかっていうのは、ね、最初に仕込んで物件を買って、広告を出して、その部屋をきれいにしてやったらこう、あとは帰ってくるわけです、ね。1か月目、2か月目、3か月、ね。今まであのどっか住んでて、賃貸住んでて、こう電話がかかってきたことありますかすいません、大家なんですけど、明日た、ね、来月、もうそこに住んどいてもいただけますかあはい、はい、よろしくお願いしますねないですよね、電話、ねそういう。逆にそういうのが来たらちょっとうざいですね。もう勝手に住んでたから、ほっといてくれと。 でつまり、1回入れたら何回でも帰ってくるわけですよ。で、それがまあちなみにまあ不動産の場合だとまあ2年間くらいね退去すると2年間が大体24ヶ月なので、1回何かすると24ヶ月間くらい入ってくるっていう、そういうような感じになりますね。で、これが1回やって複数回帰ってくると何があるやるかっていうと、こうお金が入ってくる、何もしてないのにお金が入ってくるっていう期間がどん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 長くなっていくわけですね。これをマネーマシーンと呼びます。マネーマシーン、まあ、マネーをね、あの いやあのお札をねすったらそれはあの犯罪ですけど価値を提供し続けることによってあのお金をいただいてるわけですからこれはもう正当に受け取ればいいだけ,だけですねこれに対して労働収入は自分がそこに行く行くことの対価ですよねそこに出席するとか自分の労働時間を提供する自分の時間っていうのを1回入れたらその分だけが返ってくるわけですつまりマネーマシーンになってないわけですねこれが続いてる限り延々と 自分の時間が自由にならないわけです。1回自分の時間を使うと、こう二回やってきたら、こう二回目自分の時間にすればいいですね。で、これがたまりたまってマネーマシンがいっぱい増えていって、しかもそのマネーマシンの性能がいい、リピート率が高くなっていくと、ずっと自分の時間が自由になっていくってことなんです。ね、それがまあある程度あの初期投資が少ない時点からうまくいけばいいですねってことなんですけど、この労働収入をやっている限り。 年金2000万円問題とかね、あの老後の話とか、自分が病気になったらどうしようとかね、今日はうは5体満足、元気だけど、明日事故にあったらどうしようとか、そういう問題が常につきまとうわけですよ。ね、あの子供がいたらその子供を養っていくるにはどうしたらいいのか。で、この前提がなかなかありえない前提、つまり自分が働き続けるっていうことの前提で成り立っているのが、こう労働収入ですよね。なぜならば、労働収入は自分の時間を売ってるから。だから自分の時間が売れなくなってしまったら、 収入がなくなってしまうわけです。で、権利収入のは権利ですから、その権利を一度確保するマネーマシーンを作れば、ずっと自分が何をしていようと遊んでようと寝てようと病気になっていようと入ってくる、これ安心ですよね。このリスク、このリスクに気づいてください。労働収入をし続けることのリスクに気づいてください。いやもちろんね あのマネーファイナンシャルフリーになった後に一円ももらなくてもいいからその仕事がしたいこの仕事で社会貢献したいこの仕事が好きなんだって言ってやってる分にはいいですよねだって一円ももらなくてもいいってことはこうやめたってね自分が行かなくなったって別にいいわけですから。 そその分その分分野における社会貢献ができなくなくるっていうだけで,す、ね、でもそれはそれが危険じゃないですかだから最初にマネーマシーンを作ってねよく新しいこと始めると新しいこと始めるまだ自分が知らない不安に対するリスクの方が大きくなってしまうんですよ大きくなってしまうんですが待ってください今あなたがそこにいる状態まあもし労働収入だけに頼ってるんだったらその状態のリスクって考えたことありますか ね、年金2000万円もんであ、だいぶ先だな、そうなのかとかそのくらいかもしれないですけれども、そのリスクに比べたら、何か新しいことをして、えーまあ、例えばねあの、これだと思って300万円使って溶かしてしまう、まあ、そんなこともあるかもしれませんけれども、まあ、そんなことしないでくださいね。で、そういうことで自分が学びを得ていく、その300万円を溶かしてしまうことによって学びを得ていくという、そっちのリスクの方がまだ少ないと、まだ少ない、そういうふうに私は思います。 まあでもね、澤さんが言ったから、300円とかしますとかっていうのやめてくださいね、あの全部投資はすべて自己責任です、自己責任なんですがで、全部リスクがある、なぜならば、何かを入れない限り、絶対に何かが出てこないからです。で、何かを入れるっていうのは、これはリスクですよね。 つまりどんなことにも全てリスクがあるんですリスクが大きいと感じているか小さいとか感じているのが実際に大きいのか実際にち小さいのかこれが人間の心理的なバイアスで、ね、自分がチャレンジしたことがない知らないことはこうリスクが大きく見えるでも知ってしまえばあどっちがっていうのはこうちゃんと、ね、計算したりあの社会的にこう絶対こうだって思えるようなことにのっとったり、まあ、自分で基準を作ってやっていくんですよ。 そういったことをしない、この労働収入1本に頼りきっている人生のリスクに比べたら、不動産投資とかですね、株とか、いろんな、まあ、それリスクありますよ、ビびたるものですというふうに私は確信しております、特に不動産投資はね、もう銀行がこれ大丈夫ですねって言って、それでお金貸してくれてるわけですから、あのその、ね、得たお金をまた別のことに使って、ちょっと溶かしてしまったりしないりまり、まあ、ほぼほぼいけますね、しかもそれがやる前に分かってると。 はい、それでは今日もこの労働収入と権利収入の違いですね、マネーマシーンを作りましょうということをシェアしていきました。また次回ね、これの続きの話やっていきますんで、また聞いてください。それでは今日もありがとうございました。イエス